11月14日快晴です。今日は佐久平駅近くに来ました。高速道路がどんどんと形を表してきています。今立科山と八ヶ岳連峰南佐久の方向を向いています。機械が動いています。ここは随分高くなっています。この先ではすぐ国道と新幹線と小海線を越さなければならない場所です。大きな構造物ができるはずです。この先はすぐ佐久平駅です。そして浅間連峰もきれいに見えています。今日は噴煙の上がり方が少ないようです。駅前のジャスコがあります。そしてこれが佐久の市街地の方向です。パラダハイウェイオアシスのパラダスキー場のある平尾山が見えています。そして田んぼと住宅地です。佐久平駅のあたりも駅ができるまでは一面の田んぼでした。それが約10年でこんな風に変わってしまいました。素晴らしい、すごい変わりようです。取り付け道路の工事も進んでいます。のり面の吹き付け工事をやっていますね。浅間山が見えます。菊が咲いていますね。これも取り付け道路です。これが佐久市役所の方向に向かっている道路です。